ましたね、ドラッグロ。うわ、久しぶり。あ、開いてるわ、いけるわ。おい、よっしゃいよ。二人です。二人ですか。はい、どうぞ、どうぞ、どうぞ。お嬢ちゃん、お嬢さん。ありがとう。そしたら、アジの刺身とホタテが2人前。じゃあ、今何でいきましょう。そうですね、まずビンビールで。ビンビールいきましょう。はい。どうぞ、はい、どうぞ。なんて紳士的な、かっこいい、ありがとう。あ、すいません、すいません、オーナー、ありがとうございます。ありがとうございます。これ絶対うまいよ。いただきます。ケタさんがとこなしよ。ありがとう。うはい、この音楽を聴けながらさ、ホテル今日近いの？いや、今日は、スマイルホテルです。歩いて3日ぐらいかかりました。そこで女見てなかったですからね。そうそう、これサラスパ。もうノラクロって言ったらサラスパ。後でベッドでマスト書いてよ。もうすっきりしたぜ。なんで、おいおいおい。相変わらずでよかった。相変わらず元気だといいでしょ。はい、はい、この枝豆の塩加減が絶妙。あ、もうじゃあいつまで行くんですか。強いて言うと明後日までですね。明後日まで。はい、あ、そうか、途中でマグロ買うっていうのも。そうそうそう、あー、OK ですね。そのままね、はい、安口ですよ。あー、まあでも途中ね、もうでも大間ですもんね。大間のも大間のマグロというかですね、なんか正月マグロの番組やってるじゃないですか、大間で。で、そのを実際見に行きたいなっていうか、どっちかやったらそういう。山本さんとかですか。あ、山本さん、山本さんとかで、今日あの トッパー行ってきたんですよ。津軽海峡かな、なんか冬景色のなんか奇跡があるとこ行って。タッピータッピー、あ、タッピー、タッピーですね。タッピーのおばあさんがなんかあのお土産売ってるんですよ。それテレビでやっててですね。まあ、いい時代のタイミングの時に来てよかったです。雨降って喜んだんですよ。雨降ってたらちょっと飲める確率が高くなるかもしれないです。40分に違うのか。40分前と要するに10分前だね。20分前だね。あ、20分前に来たんですね。動画見てくださったって。ええ、お客さん、ありがとうございます。はい、え、あ、常連さんですか。あ、だからでも野良黒と言ったらもういろんな観光客のお客さんでいっぱいなんですよ、いつも。あれ、で、刑事の君たち、はい、え、刑事作ったのか。2度目、今日3度目じゃん、もしかして。そうそう、1人一人して、で、2度目カムさん一人来てて。いや、よう覚えてますね。いやー、やっと気が付いた。目が発揮しちゃったよ、俺。いや、すごい暗くなってきたからか。まだやってんよ。いや、早く話しようかな。ありがとうございます。わ、これだ。はい、これどうぞ。ありがとうございます。うわ、来た。これこれこれ、あれでさ、みんなこれ見て言うのよ。せっかく来たんだからね、まずビールの飲み方を教えてあげて。よく覚えてこよ、よく覚えてこよ。はい、ケンジロ君、ビール1本持ってください。1本持って、1本持って。あ、すいません。あ、社長すいません。OK、 OK です。抜くのは男の役目、分かった。で、入れるのも、はい、分かった。男の役目ね。あと3つ一番大事なことをよく覚えておけよ、はい、で、これ置いて、はい、女性が目の前にいる、はい、一言飲んで、はい、これだぜ。うん、行かせるのはよ、お前の役目、よろしくね。これでよろしく。覚えてよ。いや、ちょっとこれは名言聞きましたね。色いや、もうこれ格言ですよね。これ今何とか分かる？テレビだろ？はい。心ちゃんでも変えちゃうんだ、お前。なぁ、ノリ悪いよ。めっちゃね、ちょっとね、審査員がね。いや、僕は久々すぎて、もう感動しかないんですけど。いいわ。いやー、ノラクロ最高。なんかよく見たらね。よくね、覚えてましたね。そう、びっくりした。全然覚えてない。すごいな。この端の席でもう私の特等席でを勝手に思ってましてね。どう、ちょっといただいてください、はい、アジこれね、一匹丸々、これすごいよ。うん、どうぞ。はい、いただきます。はい、どう、うまいよね。もう歯になんか毛が挟まってるよ。人と何て言うか悪か、ね、若い時黒いだろ、年を取ると白いいっぱい生えてくるの、はい、それは何て言うか分かる。分かんないです。何ですかね。年を取ればよ、白黒発揮しろってことよ。白黒発揮しろ。時給500円で。時給500円でやっけねえんだよって。さっき教えた、まだもうすぐ教えるんだぞ。やっと上がったんだよ。
分かってるよね。血圧がよ。もうちょっとこれはあの音声をつないでなんか一つのそういうなんかできますよね。男と女の会話の仕方ね。はい、でこれカラビンだな、しょうがない。中身入ったとする。はい、ね。でお嬢ちゃん、はい、これ握ってごらん。はい。暖かいよ。なんかノリが悪いな。いや来てよかったな。ちょっとあの練習2号いただきます。前も教えることあるけどちょっと裏方で教えてあげるぜ。お、何ですか。こういうのがね、はい、テンションで菊摘みっていうの。青森の菊摘み。あ、青森のお酒なんですね。これどんどん置くだろ。でね、これ何とかして。お調子。じゃあこれは。おちょこ。これは何て言うか分かるか。お前ら、俺のことおちょこってんだろ。とっくに分かってるぞ。キレ悪くない？そうだね、キレ悪くない？なんか何やったじゃないね。本当に。飲めものだろ。いやもうあの。キレ良かった。良かった。いや、そう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 。やっとキレ良かった？うん。よかったね。もう社長のキレがいいという。栓抜きとか栓抜きは男の役目。ね、で入れるのも、はい、入れるのも男の役目ですね。で一番大事なことは大事なのは、ね、あれ女性で入れるでしょ。はい、女性いたらね、はい、タイミング見ないリング見ながら、はい、女性の顔見て一言。久しぶりに来るんですよ。佐藤さん。これるな。これは男たるもんだぞ。よろしくよ。来てくれたね。いやもうあの来たくて仕方なかったんですよね。さっき来た時ね、はい、言ってんだ、俺しぎねえなと思って。一人のことだ、よろしく。あ、うまい。めっちゃうまいですね。よくまあ来てここに入ってくれたね。いやそれはもうあのずっと来ますよ、もう今後も。とてもヤンキームキーでムキになってやってるらしいよ。いやでもあのマスターでもどんどんなんか若返ってるような気がするんですけどね。ありがとう。いやこういうスーツさ若くなるんだよ。見てない人いることをちょっと願ってるけど。いや確かにいいわ。まあいいわって言われてもさ。ほら失笑されてる。いやもうすごい。何青森初めて。すごいこれ分厚くて。今日は誰も入ってこないと思ったらよ。うん、仕方ね。これじゃなかったぜ、やろうとしだぜ。いやこれすごいね、コリコリして美味しいで、これ、うん、うまいしうまいし。いやめっちゃ美味しいですね。取りたらください。これ何だ、ちまちま。本当にまた来ないと、あなた、うん、あ、今日誰も休み。今見できたってないな、ねえ。もう綾小路君まろよりかもう負けてねえぞ。負けてないですよ。もう上行ってももう一緒に年だからよ。あの B 型よろしく。もう来る価値が本当にあるある。まあこれでも若干控えめなんだぜ。よろしくな。タケちゃん乗ってんな。ヤマハメイドだ。しづらいっす。はい、ハイボール飲んでみて。お、はい、ありがとうございます。美しい。ね、飲んでみた時ね、はい、なんていうかぶる、はい、飲んでみてみんな。黄色いだろ。気をつけろってことよ。気をつけろって。ちょうどいい。ちょっといやめっちゃ飲んでみな。飲みやすいですよね。けど危ない。やばいっすよ。下の濃いんだ。うわ、濃いの好きですね。濃厚っすね。すぐ決まりますよ。いやもうあのカーッとなりました今。キクセン2号お願いします。あ、お願いします。あれですかね、連投続きでちょっと大変だったんですかね。すかさず感がキレがあるんで大丈夫です。キレが悪い。ありがとうございます。そんなこと5回と4回だよ ね。やっぱりあの壺に来るのも違うもんね、みんなね。よっしゅー。でも息子も休暇で帰ってますね。ありがとうございます。本邦そこ座ってたっすよ。多分息子スタートで戻りたいわけじゃない。めっちゃうまいね。すごい香り高いよ。いただきます。どうぞ。いやこれはでも、ね、絶対に合うと思う。日本酒と息子の浅いっすか。うん、分かった。うん、ま、めっちゃうまいですね。俺ビールに飲む。入院にてしてるじゃん。バイトの人。これも以前私が来た時にサインさせていただきました。2020年の1月27日に来たっていうことを書いてありますね。なった？なった？なりましたね。なった。あ、素晴らしいよ。あ、結構音鳴るんですよね。ね、行こう。ね、明日から飲まない。痛みもらう。さあ、もう年の子でゴンゴン来いと。今度は謝るね。今ね。夜分なの。さよならも。
社長らしい、うん、あ、はい、今日はね、なるべくね、めんどくせえから、あ、なるほど、中華トウモロコシということで、マジで、うん、いただきますね、じゃあ飲みに行こうぜとか言って、マジで甘い、行きましょう、甘いですね、よろしくな、うん、うまっ、今何時がね、おわんだっせ、お待ちに、枝豆もね、めっちゃ超の塩気、乾杯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 、事故ないようにね、いや本当に、で信号機は赤と黄色、青、赤だろ、はい、赤と、はい、気をつけろってことを、気をつけてきます、はい、まずはありがとうございます、すいません、ありがとうございました、すいません、ありがとうございました、なんだこの拍手、すいません、ありがとうございました、はい、雨に濡れてるいい男、いやーマジでいい男、いやかっこいい、大切に思う気持ちをどう伝えればいいかわからない今のままでも未来は平気でしょうか、後悔はないですか、嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。